ありがとう。シルバーのだるまさんお待ってます。無料ギフトぜひ私にくださいな。神谷さんありがとう。シルバー、福太郎さんありがとう。9月29日の大阪まだ販売されてますよ。皆さんたくさん寝れてよかったよ。本当にやめすぎて今もう眠いもん。もはや寝すぎた眠いやん、その感じ今で今腸がいっぱいで眠い。ミキーさんありがとう。おかぴさん、あつしさん、ひでたさん、くのりさん、シルバーありがとう。かすきさんありがとう。シルバーカストルさん、しおりんさん、シルバーありがとう。アリンコさんありがとう。昨日のターンのお礼書きます。シルバーキャンペーンのね達成も2個達成したので残り最後達成できたら嬉しいなって思ってます。石川くんありがとう。お、11月3日あ出たんだ登録ありがとう。サトピーありがとう。石川くん、アイスレモンさんありがとう。ブスケさんありがとう。おめもやしさんありがとう。めっちゃきなこさんありがとう。なきさんありがとう。おかばつくんださん、かわうそさんありがとう。そうね、11月3日のカメコで撮影できるわ。あの最後かも。ありがとう。山田太郎さん、タワーありがとう。いつもありがとうございます。9月18日フェス来てくれてありがとう。すごく、あ、来てるかな太郎さん。いきなりやっちゃった。ちょっと来てるか確認して。来てなかったかもしれない。まだいきなり始めちゃったびっくりした。自分も今めっちゃびっくりした。あれって竹松さんありがとう。あ、ちょっと違うとこ書いちゃった。いらっしゃいました。リスチャー、リスチャーありがとう。あ、います。本当だ、来てた。ありがとう。春川さんありがとう。太郎さん、太郎ありがとうございます。シルバー、シルバー本当に銀閣寺ありがとう。本当銀閣寺ありがとう。いつもありがとう。9月18日フェス会えて嬉しかったです。オープニングからエンディングまで
ずっといたのかな、たくさんずっとスタンディングで疲れたと思うんですけど、ありがとうございます。来てくださり素敵な位置で見つけられました。何度も目が合ったね。ありがとう、いっぱい見てくれて。昨日ゆきりかとなっちゃんもユニバ行ってたの？え、そうなの？え、全く会わんかった。え、マジ？昨日行っとったやん。そうなんや。そうこうしてそうだぞ。うちめっちゃ話変えてごめんね。何度も目があってすごく嬉しかったです。たくさん見てくれてありがとう。もう楽しい時間でした。幸せです。終わった後のコメントでも楽しかったよって言ってくれてすごく嬉しかったです。まだまだ楽しい時間を過ごしましょう。ありがとう太郎さん。ありがとうございます。木彫りの関さんありがとう。ウィルザールさんありがとう。あつよしさんありがとう。すごいタイミング。昨日ね、友達も普通に幼稚園小学校中学校の一緒だった友達もいたし、友達も会ってはないけど友達の友達も行ってたし、ちなみに今日はね友達行ってた、違う友達。あ、みんな行く期間なんかね、知り合いみんな行く期間。ありがとう、こちらこそ。あとタムも行ってたね。そう、会えんかったけど。高圭さん書いたのにまた新しく書いてた。どこに書いたの？あ、書いてない。ちょうど暑さも落ち着いてきてるからか。なるほどね、確かに。10月もユニバに行けますようにっていうお祈りをしたい。前行った時は ココアさんって行った時は誰かいたかな、分かんないけど、イキリカと行った時はあかりんさんとみなみさんと一緒だった。合わんかったけど、合わんのよね、意外と広いしね、いろんな並んでるとかもあるからね。ん？今日これもらったの19やん。昨日の配信、昨日20かあったんか。チェリー、よしここくんありがとう。ありがとうございます。なんかインク全部出なくなってきてるんだけど、妖怪いるかな。インクを全部カスカスにする妖怪。気づかないっていうか普通にね合わない。私結構ね周り見てるタイプなの。周りというかみんなどんな感じなんかなって見るタイプなのね。普通にね並んでたら絶対合わないし、マジいい確率じゃないと合わない。ご飯の座ってるとかもあるし、その偶然が重なり合わないと合わない。そう、なんだかんだ広いし、いろんなエリアの中でも並んでたりとか歩いてたりとかしてるし、何乗ってるとかそれ次第じゃない。まあ、すれ違わないと気づかない。中澤さんありがとう。そうそう、でも同じ行動してたら大体一緒。さっきいたみたいな人もいる。あ、しかも行き電車で行ったんですけど、電車で一緒だったメイドさんの女の子二人がいたんですよ。その後先に行った、私最初にハリドリ乗ったんですけど、ハリドリ並んでる時もちょっと前にいたし、なんかのご飯かな行った時も同じだったし、なんかの時も一緒だったんですよ。ジュラシックパークじゃなしに並んだ時も一緒で、一緒な人は一緒なんだと思う。タイミングが一緒だったら割と一緒かも。そうそう、まだいると思ってね。見かける人はめっちゃ見かける、ユニバ。そう、ユニバね今ハロウィンだからね、コスプレしてる人多くて。そうそう、
おかっぴさんありがとう。星投げ隊長さんありがとう。かけたらさん、まくるさんありがとう。高圭さん、タワーありがとうございます。I love you! I love you, タワー。あ、これいるかまたわかんないな。また読んじゃった。いらっしゃらなさそう、今。ケンちゃん、ヤンカーさん、ありがとう。なんでこんなインク出ないんだろう。腹立つ。ミシェルボイスありがとう。あー、頭に血が昇っちゃう。よいしょ。逆さに向いたらすぐ血流が過ぎて頭にくる。違う、わかる？なんかさ、逆立ちとかしたらさ、うわ来てるっていうの感じるやん。うわ血が頭に来てるぜみたいな。しおりんさんありがとう。感じた今。6人おりこちゃん、ありがとう、たくさんゲットしてくれて。会いに行きますさん、ありがとう。しおりさん、 I love you。 くまちゃん、ありがとう。 I love you。 たかけいさん、お城だった気がします。たかけいさんがお披露だったのか、山田太郎さんが I love you だったってこと。ごめんね、じゃ逆だった、ごめんね。今日もあんなちゃんかわいい、ありがとう。なんかカスカスなんだけど、マジで出すペン。絶対妖怪いる、これは。ペンカスカスにする妖怪いる、これは。いやもういなきゃおかしいもん、絶対いる、これは。でも出すペンが全部カスカスなんだもん。あ、あもうダメだ、黒がない。あ、黒ないや。しょう、そんなことあるってばよ。カスカスなん結構腹立つくない？嫌なんだけど、私割と。一昨日何時に配信したの？朝日方くらいかな、朝方昼ぐらい、朝から昼の間10時ぐらい。ありがとう。ヨーロッパの姫様みたいでかわちい、ありがとう。天下統一さん、ありがとう。今日の晩ご飯ドミノピザ、いいね。チルギさん、ありがとう。ウルフさん、ありがとう。この2日間でオリコちゃんかなり減りましたありがとう。テシアグさん、ありがとう。コシさん、ありがとう。お買い物全然してないです。エクスメルさん、サトシさん、ありがとう。マジお買い物はしてないけど、うん、そんなお金使ってないかも。ご飯に使ったかな。
かいちさん、サル1号さんありがとう。アトラクションを楽しむ重視じゃなかったよ、全然。全然そんなことない。ツイキャスさん、ありがとう。マジネさん、ありがとう。ケイスさんありがとう。黄色いの増えてる。そう、耳キュッ。あ、いるかな、ケン君いるのかな、わかんないや。イコさんありがとう。タカケイさんとケンさんいたらお願いします。クワッツ増えたよ。そう、増えた。最近プレゼントでこの子とこの子とあの子もらった。います、ありがとう。ドライブ付きのケンさんありがとう。ケン君タワー2本分ありがとうございます。ダブルタワーありがとう。いつもありがとうございます。感謝感激雨あられすごく嬉しいです。元気になってよかったです。お疲れがね溜まってたんだと思いますが、ゆっくり適度に頑張ってくださいそして Q&A もブログの Q&A も答えてくれてありがとう。全部ちゃんと見ました。クワッスをね用意に入れてくれてありがとう私の影響だね。よかった。クワッスもきっと喜んでます。あとねメールの返信も、あ、そう、趣味ってハマってることだっけ、なんか書いてくれてたよね。嬉しい。寝落ちする前にちゃんと書いてください。待ってますありがとう。さあ、ありがとう。ありがとうございます。え、上達してる。でもね、クマちゃんしか書いてないやん。ごめんね。好きです。ああ、ありがとう適当すぎた今の、ごめんね。のぶろうさんありがとう。エミンソンシート当たった。めっちゃ前じゃん。エミンソンシート高いよね。エミンシート昼と夜両方当たりました。やば、めっちゃ練習頑張るわ。だってね、ね、すごい、ありがとうございます。お二方ありがとう。ウィザイさんありがとう。嬉しい。11月3日楽しみにしてます。で、安否推しで悩んでいる方がいたら、悩んでいる方がいたら来てほしい。11月3日安否推しの方でね、ちょっと迷うなっていろいろね、金銭的な面もあると思うし、11月3日なと思う人もいると思うんですけど、いい3連休じゃないですか。11月3日345で3連休じゃないですか。しかも安否推しの方はここで広島に来てもいいことしかないいいことしかないと思います。知らんけど、11月3日広島に来て広島堪能するのあれだと思います私も予想にしかないんですけど、本当に知らないし、私の予想でしかないのでわかんないんですけど、知らないですけど、いいことあるんじゃないですかね。うん、まあコンサート自体は、私はそこが最後になるので、コンサート自体はね、公演はあると思うけど、うん、
多分最後のグリアリ、それはそう。それはそうなんです。くずぬさんありがとう。はい、ぜひ待ってます。あと9月29日の大阪の追加公演の方がまだチケットがあるみたいなのかな。ぜひ待ってます。そう、チケットあるので、ぜひ9月29日愛を伝えに来てください。そう、バンピー、アジサイ好きです。好きな花はアジサイって答える。好きな花聞かれたらアジサイって答えます。なんかさ、ちょうどよくない？派手すぎず地味すぎず、なんて言ったらいいんだろう、好きな色だし。亀戸席たくさん取れますね。ありがとう。明日10月10日の当落出てから決める。交通手段悩むよね。早い段階だったらね、飛行機とかね、行き安いのがあったりするらしいですけどね、早い段階でね、分かんなかったりするからね、難しいよね。そう、目白と紫あるから実際好き。実際見に行ったりするとかそんなないけど好き。さあたらありがとう。ホンさんどっちかって売ってますよ。どういうことだよ、それは買えないのかな、わかんないけど。そう、大阪はどんな感じになるのかまだ瀬取りも知らないんですけど、そう、練習はまだなんですけど、でもね、渋谷もすごく楽しかったので、また楽しい思い出が増えるのかなと思って嬉しいです。しかも2日間あるので嬉しい。ヤブからホーさんありがとう。広島飛行機で行くと結局高くつくことがある。あ、遅いな、バス高いのかな、わかんないけど。30日なんとか当てたいです。ヘラヘラしながら見たいので、うん、10月1日ね、10月1日ね、どんな感じか分からんけど楽しみ。30日当たることを、あ、読んだかな、読んだかな。私ね、ちょっとね、声枯れてはないんですけどね、もうね、ちょっと今日はね、これ以上声出さない方がいいってね判断してね。そう、マジで声枯れそうなんですよ。いや、枯れてはないよね、枯れてはないし、全然いつも通りなんだけどね。なんかあるじゃん、これ以上話したらダメだなっていうさ、時わかる？なんて言ったらいいの？なんかさ、なんか舞台の時もだけどさ、日頃大きい声出したらさ、ちっちゃく声ちっちゃくならない？なんか、なんだろう、人間の心理なんかね。わたらさんありがとう。なんか、でも私昨日ユニバめっちゃ叫んだんですよ。ユニバの今モットーが声を出せなので、それにあやかっているんですけど、初めてお化け屋敷にも入ったんです。お化け屋敷2個あるんですけど、そこに2個とも行った。そう、おもろかった。なんか我変えるとおもろいなって思うし、一人で行けるかもしれないって思えるよね、今なら。全然思えないけど。やはやはさんありがとう。お化け屋敷の楽しさを知った。そう、調節してる。ゾンビのダンス見たよ。ゾンビも見に行った。かで、ね、普通に歩いてて、ちょっと暗いんよ。で、普通に歩いてて分かんなくて、ええみたいな、ここ行ったみたいな感じでビビる。みんなの悲鳴、悲鳴がね怖い。人の悲鳴が一番怖いなって思う。人間の悲鳴が一番怖い。ひやくんありがとう。大きいゾンビも見た。身長の高い。ブログの、ブログじゃないよね、スペースフォーだね。変えましたよ、3に変えましたよ。変更した。
バスケ何が楽しいか分からんやん。楽しいよ、行ったら分かる、楽しい。ツアー公演でね、ファンの皆さん声出すよね、あれ声喉痛くなるよね。確かに、愛さん以外だと何が好きとかある？何が好きだろう。金木犀、あれって花なんかな、分からんけど、何が好きなんだろう。なんかバラとかではないんだよね、好きな花。なんだろう、コスモスとか、あ、ラベンダーとか、そう、なんて言ったらいいんだろう、そういうのが好き。急に出される姫ほど声もならない、それな、わかる。チョリありがとう。あー、ひまわりね、好き。めちゃくちゃ花です。花、耳に3シート両方当たって おめでとう。2日か、2日じゃないわ、1部2部ありがとう。素晴らしい、ありがとう。家にいたので俺様は安全でした、よかったね。了解ウォッチ。お景色、安否が怖がってるの見てニヤニヤするところ。そんなことある？処理ありがとう。お化け屋敷行きたいと思ってたんだけど、行けるんだなっていうのを気づいた。オレンジ、あ、違う。なんか、桃太郎ありがとう。秋っていいねって思ってきた。秋ちょうどいいわ、マジで。ね。レイありがとう。あんな感じするの楽しそう。やだ。やだやだ。青、紫、白、ピンクあたりなら青、紫、ピンクも好き、あ、白も好き。わつにありがとう。つのありがとう。食欲の秋ですからね。そうだね、食欲の秋だからね。明日って何の日なんだろう。明日のツイート考えてない。最近ネタがなくなってきた。毎朝同じことしかつぶやけない。樹脂はなんで芋が好きなのか。なんでだろうね。タブレットで調べてみる？いた。Q&A でも秋がしたいことあったもんね。勝手に Q&A でした。答えて、結構 Q&A ね、答えてくださる方がね、だから誰も答えてくれないと思ってたんですよ。答えてくださって嬉しかった。雨の種類目つぶっとくかも、それは無理。テンテレ見てたよ。天才テレビくんかな、見てたよ。なんだっけ、何しろべ、明日は夫婦の日、ショフィットネスの日、ショートケーキの日。うわー、ショートケーキないわ。何が、何の日、できないな。海賊さんありがとう。香水みたいや、香水いいね。ひろかフィギュア送ったんですか。嬉しい、ひろか好きだよ、全然好きだよ。だって飾ってるもん家には。ありがとう。言わなくなっただけで、今アニメがやってないだけでね。お化けに切れたりはしない、めっちゃビビる。新潟で会えるの楽しみしてます、ありがとう。確かに今日は風強かったかも。なんだっけ、なぜ女子は芋が好きなのか。妹になっちゃった、また別の意味になっちゃう。ゆくしまさんありがとう。おつさんありがとう。たこちゃん、サイの人は
難しいね。バンチありがとう。シルバーキャンペーン50万ポイント達成を目指しています。日曜までなんですけれども目指すので、無料のだるまさんシルバーも待ってます。春夏秋冬花金柑橘系&炭メープルパンケーキチョコの香りで分けてる香水の話かな。今日食べたのいいね。芋好きだよ。クワスガイのポケモンも好きだよ。みゆきさんありがとう。あ、無料のハートなんかな、誰もなんか今思ったけど、ありがとう。なぜ女性は焼き芋が好きなのかっていう理系ビタミン株式会社の人が挙げています。ちょっと見てみましょう。寒い冬にホクホクして温かい焼き芋はとても美味しいのですが、なぜ男性よりも女性に好まれるのでしょうか。さつまいもの主成分では主成分はでんぷんで、加熱によりでんぷんの一部が糖に変わり甘みを増します。米は小麦粉のカロリーより低いので女性には嬉しいですよね。さらに食物繊維が豊富なので便秘予防、加熱してもビタミン C が壊れにくいという特徴を持っていますので皮膚への効果もあり、女性の体には必要な食品として本能的に好まれるのではないでしょうか。美味しい焼き芋を作るコツでは、できれば丸ごとがよく、さつまいもを大きくすることでゆっくり時間をかけて加熱し、さつまいもに含まれているでんぷん分解酵素 B アミラーゼの働きを長引かせることでできるので甘い焼き芋になります。これは薩摩天の天ぷらも同様で、薄切りより厚切りにした方が甘く仕上がります。そうなんじゃ。ポケットからヘリコプターさんありがとう。ダイエット食でも食べられるからってことか。確かに。トラップさんありがとう。赤木山さんありがとう。本能的なんだって。なるほどね。うん。でもみんなが書いてる。なぜ女性は栗、芋、かぼちゃなどを好んで食べるのですか。ベストアンサー、体に必要だから。筋肉をよく使う人は男女関係なくタンパクなものを好むし、頭脳労働や体温が低い人は炭水化物を欲します。テクノカットさんありがとう。なんだって。黙々蔵さんありがとう。なるほどだよね。勉強になりました。私も私さ、クワッスをさユニバに連れていくのがさ最近の目標だったのにさ、クワッス置いてきちゃったんだよね。このクワッス、ハロウィンのクワッス悲しい。お芋を湿らしてラップで包んでレンチンしたら簡単に食べられるよっていうのをやったら、レンジを爆発させたことがあります。何回もその方法でキッチンペーパー、芋を濡らしてキッチンペーパーも濡らしてくるんでラップにくるんでチンするって方法でいつも焼き芋作ってたんですよ、レンチンで。でもある日やったら爆発しました。ハヤリンゴさんありがとう。で、分析してる人がいるとはね。そうだった、ごめん。そうなんよ、そんなこともあったんですよ。しかもショールームイベ中で、ショールームの始まるちょっと前に爆発して、ファンの皆さんにもお見せしました。ブッキーさんありがとう。
かり忘れてた。忘れないで。爆発みたいな。いやん、なんでやねん。コシさんありがとう。ドゥルル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 ルグッピーさんありがとう。じゃあ今日の話題提供を求む。今日は何話せばいいと思いますか。話題をくだちゃいな。さっきまでちょっと髪を団子にしてたから。ゆみさんのスコン出ますよ。手元おりこちゃんグッズ増えたので伝わってきます。嬉しい。最近気になっていることとか物とかある？え、それこそって言われて何がそれこそなんだと思うと思うんだけど、食欲の秋ということでファミマで出た、なんだっけ、スクショしたんだよね。さっきそれをたまたまね、ちょっとね、見せたい写真あったんだけど、まだタブレットに来てなかったんだけど、そうっていうのでメール見たんだけど、そう、これで食べたいと思ってスクショしたのがあって、ファミマの新作のピザサンドのさつまいもチーズ味、絶対食べたい。ピザサンドって分かりますか？なんかトルティーヤみたいなのがあって中になんか入ってるやつ、なんかいろんな味があるやつのファミマの新作でさつまいもチーズが出たらしいの。それが幸せになれると思う、めっちゃ美味しいって書いてるツイッターがあって、絶対食べたいと思って少ししたんだけど、これ食べたい、気になってる。プリプリエビプリオって何？オレックスの友情についてついて一言おめでとう。私あんま焼きわかんないんだよね、ごめんね。うつにありがとう。栗ご飯ね、実家で食べたから美味しかった。お子さん結婚してありがとう。毎日言ってくれて嬉しいんだけど、前習ったの、習った言葉一個も出てこない。おはぎとぼたもちの違い、なんだろう、餅の種類なんかな、お米の種類。エビプリオマックのやつ。明日の名探偵コナン、明日なんだろう、映画。卒業する前妹テレビに参加する、どうだろう、参加しなさそう、分からんけど。オリックスが野球チームと分かってるだけ十分です。ああ、スマートな断り方。断り方は別に断ろうと思ってないよ、別に断るの前提じゃないですよ。ヘルカさんありがとう。数増えてない。あ、増えた。普通に断り屋。アンピの P や P で始まるメーカーとかとのものを使うとかこだわりある？ない。春がぼたもち、秋がおかぎって名前、伸び長変わる。あ、そうなの？ぼたもちってそうなんだ。あ、そうなんだ。食べたくなるよね。え、月見の季節ってお月見終わった？お月見さん終わった？終わりましたか？悔しい。終わってないか、まだ。まだなのかな。
スケジュール見てみよう。間違えた。お月見って終わる。うえ、びっくりした。いつのお月見って。いつのやろ。あ、9月か。で、いつのやろ。23なんかな。今しおるよ。あ、ずっとしおるってこと？ずっと、お月、月見バーガーとかじゃなくて、月見っていつやれる？いつ、なんかこの日に、この日は一番月見の日ですみたいなのあるじゃん。それはいつのやろ。加賀のうどん公園行ったことないけど行きたい。今日も食べたよ。いいね。バスツアー撮ってたし、ありがとう。嬉しい。思い出だね。11月中旬、あ、そうなの？アンペは月に帰るから。あ、そうなんですよ。私、月に実はね、そう、なんか今ちょっとコメントできちゃったからも言うけど、私、11月ぐらいに卒業するんですけど、まだわかんないですけど、いつぐらいかわかんないですけど、卒業するんですけど、卒業する、本当の理由は月に帰るからです。これから何するのって言われてちょっと今まで困ってたんですけど、本当は月に帰らなきゃいけないからなんですよ。なんか別名かぐや姫なんです、私なんか、はい、実ははい、そうなんですよ。かぐや姫が月に戻る理由って何なんだろう。かぐや姫月に戻る理由、なんとかの名月。モンブランさんありがとう。なんとか、なんて読むやろ。9月29がお月見？あら、そうだと思ってたけど、やっぱり、そうだと思ってたから、驚きはないです。やはり帰るんだ。そう、月に。3年ぐらいまだ公園出てる気がする。出るのかもしれない。次まで何に乗るんですか？何に乗るやろ。セーラームーン、月に変わってお仕置きよ。麦恋のストーリーがそうなの？月で拾った卵を孵化させたらアンペが生まれてくるってこと？ワンちゃん。芋名月とも呼ばれし。そうなんじゃ。かぐや姫が地球に来た理由は？っていうのもあって、月面戦争、月面戦争が起きており、安全を確保するためと説明されており、ネットで話題となっている。しかし話題になったためか、現在では根拠なしとして該当部分が削除されてしまっている。竹取物語は平安時代の初期に設立し現存する日本最古としてとされる物語。竹取の翁が竹の中から小さな女の子を見つけて育てるところから始まる。その女の子はすぐに美しい女性へと成長したことで、なよ竹のかぐや姫とかと名付けられるみたいな感じですけれども、英語版のウィキペディアを確認してみたところ、 She was sent to Earth for the safety lying a shelter war という記述がある。これを日本語訳すると、日本かぐや姫は月面戦争の間、安全を確保するため地球に送られたとなる。諸説あるうちの一つのバージョンとして書かれていたが、現在では根拠なしとして修正されているだって。元のあらすじは、かぐや姫が罪を犯した罰として地球に送り込まれたというものなのだが、なんとも SF 感のある解釈になっている。あ、じゃあつまりかぐや姫は罪を犯して日本にやってきたんだった。だって。ヤマルさんありがとう。知らんかった。かわいすぎの罪？かぐや姫が帰る理由は、かぐや姫が月に帰った理由は、一言で言ってしまえば、自らが犯してしまった罪と罰に対して彼女が反省したと、月の宮殿に住む者たちが判断したからです。あ、そうなんだ。あ、やった。自分のこと、やったことを反省して罪を滅ぼせれたってことだね。だから私は帰ります。この頃から仏教では、人間はこの世で生の苦しみを繰り返し味わい、その臨界の中で
ボンなんとかを目指すと考えられていました。そして時の鳥物語の作中では月はなんとか後の天上世界を表していると言われています。かぐや姫はもともと月の住民なんとかにいたり天上世界に住んでいた天人です。そんな天人が人間たちの暮らす地球での生活に憧れてしまったことを彼女以外の月の住民は罪だと判断しました。そしてかぐや姫が犯してしまった罪に対する罰として天人たちはかぐや姫を地球へと転生させます。そんな地球が羨ましいなら地球に行ってそこで人間の愚かさ傲慢さを痛感してこいやということですね。かぐや姫は地球上で人間たちというか主に男性の愚かさとそれに関わらなければならない自身の環境に嫌気がさせてこの世で生活この地球で生活するのはもう嫌だと心の中で強く思ってしまいます。このことがきっかけでかぐや姫の罪を許して救済してあげることを思う敵として月の使者がやってくることになります。だってそうなんじゃ。ミスタラさんありがとう。そうなんだ。私の犯した罪は地球を羨ましいと思ってたことだ。そして今は地球に嫌気がさせていて月に帰るってことらしい。らしいわ。実はかぐや姫は地球で生まれてきた時からいくつかの特殊能力を持っています。とんでもないスピードでダッシュしたり怪力を発揮したり一度死んで生き返ったり空を飛んだりその中の一つの魅力がチャームの魔力です。異性の心を取り込んでしまう能力なんだってかぐや姫。よしありがとう。なんだってでも同性である女性にはチャームの魔力は無効化されますだってでかぐや姫の物語に登場する男性キャラはかぐや姫の魔力に心を奪われてしまい彼女に端的に固執するあまり非道徳的だったり嘘をついたり命を投げ出してしまうほどのバカな行動を起こしてしまうんです。つまり月の住民が主張するほど地球に住む人たちはバカでもクズでもなかった。かぐや姫のせいにクズにさせられていたということですね。だってだって異世界転生ものがかぐや姫なんだな。確かにそういうことか。チャッピーありがとう。川崎のつみさんだってかぐや姫は罪を犯してきたんだって。地球に憧れた罪でやってきて今地球に嫌気がさせて月に帰るそんな感じですね。そういうことですわ。ごめんね。特別防犯支援会という大切な任務を放棄してまでなんで月に帰るん。別に放棄したわけではありません。そう思っているならあなたは間違っています。なるほどなるほどなるほどな。月はどんなところですか。月はね覚えてないんですよ。記憶を消されたので。みんなが思っているほどなんか素敵な感じではないかも。ボコボコしててクレーターがいっぱいあります。冬も月が綺麗ですね。今ここからは月が見えないや。月でもアイドル続ける。月にアイドルがあったかちょっと記憶ないんでちょっとわかんない。
ジブリのかぐや姫見たことある一回だけ。月に小学校かがあったとかも覚えてないかも。うん。月のことは一切覚えてない。今日曇り？広島曇りですか？真っ暗。星一点もない。一点も。月に戻った記憶消されちゃうのかな？わかんないや。消されちゃうのかな？そしたらみんなのこと忘れちゃう。ウィリアムズさんありがとう。好きにポケモンいますか？まあでもポケモン GO はちっちゃい頃、ちっちゃい頃というかあっちの世界にもあるような気がする。あると思う。広島日中雨降ってた。あ、そうなの？日中雨降ってたんだ。京都も雨降ってた。月は綺麗ですねはね、I love you なの理由知ってますよ。知っててそれを返したんですよ。分かってくださいよ。月は送料高そうで嫌だな。確かに。電子とか月にも売ってるんかな。売ってるんじゃない？うん。なんだ変わらないですよ。わかんない、どうなんだろうね。アップありがとう。知ってるのを知ってみて、知ってたけどコメントしてました。あ、そういうこと。今日も間違えた。今日は勉強になりました。今日は今日もでいいじゃん。好きに変わってお幸せきよ。月は食べ物を配達するウーバーイーツはありません。わかんないはあるかもしれない。月に変わる、 月が綺麗ですねに変わる、なんかあるらしいよね。なんとかなんかそういうシリーズ。ミホリン月にいるんかな。ミホリンはねでもあったから月に帰ってないと思う。あったんだよね最近。最近ではないけど福岡で来てくれてて。月が綺麗ですねに変わる、あなたのことが好きシリーズ。あ、星が綺麗ですねもありますよね。そう。月が綺麗ですねは愛してるの意味で、ただ単純月を見た感想を言っただけの可能性も十分あり得るので気をつけましょうって書かれてる。恥ずかしい。恥ずかしすぎない？ガーピーさんありがとう。恥ずかしすぎないこれ。単純に、え、待って、超月綺麗じゃないみたいな言ったやつが、え、待って、告白されたって思ったら恥ずかしい。俺も好きだよみたいな言ったら超恥ずかしいね。ああ、これ前見た気がする。月が綺麗ですねの返し方は OK の場合、死んでもいいわらしい。本当綺麗ですね、もう死んでもいいですっていうのって、これはかなり脈ありらしい。顔から火が出るレベル。それな、すれ違いコント。確かにこれできるね。もう、え、めっちゃ確かに、もう死んではいいわって言われたら OK ってことで、 NG の場合、そうですか、私には月が見えないけど。そう、だって、でも何気なく月が綺麗だねって言って告白されたと思って、月見えませんけどって言ったら告白してもないのに振られたことにもなるらしい。見えない返事してたね。こなっちありがとう。
確かに私ちょっと断っちゃった。気づかぬうちに NG 出してたわ。星が綺麗ですねもあって、これはあなたに憧れていましたって。星綺麗だねっていうのはあなたに憧れてましたって。素敵だね。明日の月は綺麗でしょうねの意味としては、殺人予告、え、怖、ちょっと言うのやめよう、これみんな。明日の月絶対、明日の月も絶対綺麗じゃないみたいな日あるじゃん。満月で、今日はまだギリ満月じゃない。絶対明日満月になる日とかに、明日の月は絶対綺麗じゃないとか言ったら、明日は殺害予告するよ、みたいな。やばいね。やばいよ。もし近くの人が急に明日の月は綺麗でしょうねって言ったら、必死で説得しましょうって書かれてる。やばいね。ふとした会話では月に触れないのが無難って書かれてる。やばい。好きでもない、ない人に告白し、好きでもない告白もしてない人に振られたことあります。やばい。あるんだね。触れるね。え？みたいな。やられる前にやるって言っても、やばいやばい、いきなり普通に言っただけかもしれないから、みんなやめて。月の言葉怖いね。明日の月も絶対綺麗よなとか言ったらやばいよ。絶対やるからみたいななってるから。やばいやばい、やばすぎる。いいね。ね、明日の私、明日は晴れますかは、明日私の思いは晴れますか、今日は少し肌寒いですね、手をつないでください、今日はとても幸せです、あなたと会えて幸せ、夕日が綺麗ですね、あなたの気持ちが知りたいです、月が綺麗ですね、愛してます、星が綺麗ですね、あ、星が綺麗は憧れ以外もあるらしい、あなたは私の思いを知らないでしょうね、海が綺麗ですね、あなたに溺れています、雨音が響いていますね、愛してました、過去結果辛い、雨やみませんね、もう少しそばにいたいです、寒いですね、抱きしめてください、暖かいですね、あなたがそばにいてくれて幸せです、死んでもいいわ、愛してます、虹が綺麗ですね、あなたとつながりたい、明日の月は綺麗でしょうねが殺害予告。やば、この言葉使えないじゃん。これ全部把握してる人、自意識過剰レベル高すぎるな。やばい、これやばい。だって絶対夕日綺麗ってめっちゃ絶対言うじゃん。私めっちゃ言うよ。夕日めっちゃ綺麗じゃないって言ったら、あなたの気持ちが知りたいです。やばい。中圭さんありがとう。ハートとタコかけ中ありがとう。タワーのお礼あるので、お礼しますね。部屋に帰ったの、よかった。グッバイ。ありがとう。やばいね、これを把握してって言われた瞬間に、え、待って、そういう気持ちって思ってるならやばい、ね、確かに。これやばいわ。そう、雨やまんねって言ったら、もう少しそばにいたいですっていう意味だからさ、普通にさ、え、雨やまんなって普通に言っただけなのに、え、俺もそばにいたいみたいな。え、ってなる。やばい、これはやばいですね、気をつけましょう。やばいわ、これは気をつけましょうね。判断しましょう。次、たくけんさん、タワーありがとうございます。お城タワーありがとう、いつもありがとうございます、達成できますようにって言ってくれてありがとう、達成できるように頑張ります、とかけんさんの分も背負って、ありがとう、いつも応援ありがとう、たくけんさんのこと応援してます、ありがとう、お部屋に帰ってくれた、よかったね、お疲れ、ありがとう。たかけんさんありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、たかけんさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。でもさ、今思ったけどさ、こうさ、雨降ってなくて、雨が
雨止まないねって言ったらさ、まあ確定じゃん。でもさ、そこまでしてさ言いたいのかなって思ってさ、ちょっとねダメだね。だからこういう言葉は、月が綺麗ですねみたいなは有名だけどいいけど、他はね使わないのがいいね。皆さんにもギフト皆さんにありがとうだって、素晴らしい、ありがとう。うだえない時天気の話が無難って嘘だったんや。確かに気をつけなきゃ、天気の話気をつけなきゃいけないよ。明日も晴れるといいねっていうのは、明日の気持ち、明日気持ち晴れますかみたいな夢だから、それも言えないからやばいやばい解釈むずいね。そう、明日真っ暗だね。こんばんは。他に何か話題はありませんか？話す話題質問など、質問もそうですけど、何か今日あった出来事で話したいなってことでも何でもコメントしてください。コメントを拾っていきます。ちょっとね、今日は脳みそがね、ぬるいので、ぬるいとは遅いので。iPhone。15いいね。トク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 トシャカマの直し方。あ、出てこない、シャカマが。クワスを崩れないように積む秘訣は何ですか？クワスの気持ちです。あ、シャに構える人の心理と特徴っていうのがある。シャカマの人はね、ちょっと見ましょう。本日は社に構えることを取り上げます。なぜ社に構えてしまうのか、社に構え続ける原因は何なのか、社に構えるのをやめる方法は何か、ぬいぐるみ心理学の視点からこれらの内容を解説します。物事をまっすぐ見ない、相手と向き合う皮肉的な態度をと示す。社に構えるとはこうした意味で使われます。特徴としては、物事を疑ってかかる、保守的になる、意見がコロコロ変わる、表面上は順調、かっこ裏で不満を抱える。社に構え続けるとどうなるのか、気持ちが分からなくなります。ありのままの自分、自分らしさ、自分の本心、社に構えるほどに遠ざかってしまうと言えます。そして周りの反応を気にするようになります。自分以外の誰かがどう思われてるかを気にすると、自分の気持ちに蓋をしてしまう振る舞うようになります。リアクション型の人生が待っていますだって。よくわかんないや。
ら、社に構え続けてしまう原因も実は自分の自信のなさだと言えるのです。だって長すぎないこの人。まず自分から自己開示をする、これが解決法だって。うわ、書いてるわ。社に構え続けているジョークは長い目で見ていいことは一つもありません。自分で自分の人生を生きることができ、本当を望む毎日が手に入れることにつながります。だって、高圭さん、熊かけ10、ありがとう。ありがとう。熊タワー、ありがとうございます。高圭さん、タワー、ありがとう。フロンドシルバー達成できて、そうなんですよ。ありがとうございます。気持ちを込めて、ありがとう。みたらさん、ありがとう。ぬいぐるみ心理学って何なんだろうね。私もわかんない。何なんだろうね。ありがとう。タワー、ありがとう。すぐ気づかずにごめんね。社に構える人と向き合ってた。ぬいぐるみ心理学、ありがとう。ダウンの略書きますね。ぬいぐるみ心理学とは、悩みの解決や目標実現のためにぬいぐるみを手段として活用する理論。どういうこと？ぬいぐるみが好きか現在持っているかに関係なく、誰でも手軽に実践できるのが特徴です。どういうこと？わからない。どういうこと、どういうこと？ぬいぐるみは、ぬいぐるみを使うってこと？ぬいぐるみを見て話しかける、抱きしめることでオキシトシンが出ると不安感や孤独感を和らいだり、ストレスが緩和したりするということにつながると解説されます。だって、なるほどね。ぬいぐるみを使って疑似的にコミュニケーションの練習。なるほどね。俺は今日の十分、ありがとう。お母さん、またお礼するね。ありがとう、いつもありがとうございます。ねねちゃんのこと、確かに私めっちゃぬいぐるみ心理学って感じじゃない？心理学というか、ぬいぐるみがいるだけでこうやって話しかけはしないけど、いるだけで確かに承認欲求満たされる的な、なんて言うんだろう、確かに、確かにね、確かに、確かにすぎる。アンナもできそう。確かに。ぬいぐるみを買えば解決だよ。トゥドゥン、トゥドゥン、トゥドゥン。いつもぬいぐるみ話しかけてますよ。あ、そうなの？カズタさん、ありがとう。トゥ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 。トゥトゥトゥ。よくれた、ピエン。じゃあ次の話題はムーからね。そういえばムーを見るの忘れてたと思ってムーを開いたよ。今日の話題の提供は、アメリカバーモント州のシャンプレーン湖で釣りを楽しんでた船のソナーが不思議な生物を捉えた。巨大な姿は錦に生息した首長竜を彷彿とさせる
やはり水稲妻、水水に稲妻、稲妻のなんか感じ。ウムキャンチャンプの正体はプレシオサウルスか。めっちゃ恐竜みたいな名前。プレシオサウルスが発見されたとされるらしいぞ。これについて話したいと思います。アメリカ版ネッシーとも呼ばれ、姿形はまさに首長竜。体長 4.5 メートルから18メートル、体色は黒もしくは茶褐色でヒレがあり、2つのコブがあったという証言もある。そんなもの存在するか。2つのコブなんだっけ、2つのコブがある動物ってなんだっけ、あれさ、あ、ラクダ、ラクダで首が長いやつってことでしょ。そんなもん存在せんでしょ。今日まで200件以上もの目撃情報が存在しているが、今年7月27日、チャンプと思わしき巨大生物の全身が船のソナーによってキャッチされた。まず画像をご覧いただきたい。うん、これか？うんうん。うわ、これはやばいよ！ガチだ！スコットサーバー船長が率いるチャーター船に搭載されたソナーに捉えられたものだ。膨らみを持つ太めの胴体。うんうんうん。一体のヒレ。うんうんうん。長い首。うんうんうん。尾を持つ巨大な生物のほぼ全身見事撮影されている。うんうんうん、見て、キリンとラクダのハーフみたいな生き物。先生もう一度初めから。無理です、これです。いやもうこれはいるわ。だってさ、今年に入ってでしょ、今日まで200、あ、今年じゃなかった。今日まで200件以上もの目撃情報が存在するのはもういるわ。これはいるわ。なんか、想像してるのは違うにしろ、なんかいるわ、これは。いるよね、これ。ソナーが生物の姿をキャッチしたの午後、魚釣りをしながら穏やかな湖を巡回中のことだった。サーバー船長は突如、ソナーが下階下部に巨大な生物の画像が表示されるのを見て、驚嘆したという。生物の具体的なサイズについては書かれていないものも、サーバー船長は船から約60メートル離れたところに魚の大群がいたので、生物はその方向に向かっていたのではないかと説明している。だってすごい。あと、これはこの事件が初めてではなく、ですね、バーモンド州在住のチャンプハンターケンティ・エリザベスという女性が過去にチャンプの姿を捉えることに成功している。過去の目撃事例からキャンプは夏場に活動が活発化すると報告されている。だって、彼女は時期を狙って連日ボートで湖に繰り出し、これまで2度にわたって水中を移動するチャンプらしき姿をソナーに捉えている。やばくない？だってもうだって2度行って夏に活発だって分かってから2回行って写真撮ってるのは、もうこれは確実にいるわ。いるくないですか？最初に捉えたのは2019年8月5日ソナーが最深50メートル付近に2つの巨大な物体を感知した。彼女はソナーの画像65枚撮影し、後で確認すると、ボートの下を移動していく長い首の巨大な生物が写っていた。さらに写真を分析していくと、想定体長は約7メートルで、体が長い蛇のような生物であったことが確認できたという。画像の生物は彼女の乗るボートを振り返っている姿で写っており、エリザベスや被写体がチャンプだと語っている。すごくない？これはやばいな。ミスタラさんありがとう。すごくないですか？すごいよ、これは。うわぁ！チャンプの全身が乗ってるんですけど。もうこれはやばいわ。想像してる通りじゃない？湖にいるってやばくない？これが。だってさ、自分の家の近くの湖にさ、こんなんいるって考えたら、やばくない？やばくないですか？ 7 メートルだよ。やばくない？超やばくない？
感動で涙がこぼれ落ちたという。だって伝説ではなくなり実在するというのが分かったっていうのを書いてる。2回目の撮影は2022年9月10日ソナーが総体体長18メートルのチャンプの姿を捉えた。だって大きくなってる。これが18メートルやって。これが18メートルのやつ。やばない？湖の水全部抜いたら抜いちゃう？やばいね。これは絶対いるわ。有力視されているのはプレシオサウルスの生き残り説。プレシオサウルスは今から約2億5190万年前の中生代三畳紀後期からジュラ紀、シラアル紀を通じて繁栄した水に生きる爬乳類で首長竜属の一種。チャンプの姿はプレシオサウルスに酷似しており生き残りたと言われている。これまでにね、模型情報が200件あることと捉えられた映像、そして2005年夏に撮影したボートに潜金したチャンプの頭部が公開されていて、明らかになる日も遠くないはずだと書かれてる。2005年ボートから撮影されたチャンプ公開されている中で近くで撮れた画像はこの1枚のみ。どれだろう。これかな。これが頭らしい。まあまあまあそれっぽいね。これが一番近くで撮られた。ソナーしか撮られてないらしい。そうそうなんですよ。ソナーこれはね普通に画像だわ。ソナーでは撮られてないですね。これがそのソナーが撮られたやつ。やめて、ガチでやめてすぎた。これですね。どうなんだろうね。意外とさ、なんか細長いね。あともう一枚はマジでヘビみたいな写真。野平さんありがとう。だからちょっと微妙な、微妙っちゃ微妙じゃない？どうなんだろうね。ネッシーレベルね。熱心デビューでね、野平さんありがとう。でもさ、本当に存在します。しそうじゃない？だってね、海の中ってすごいもんね。わ、すごくないですか？いるんかね。動物型潜水艦。何かがいるとしても、生き残りはないと思う。ああ。実際に目撃はしたいけど鳥肌立つし自分の死をなんか思いそうじゃない？あ、もう自分なんかへっへってなるから、なんかさ、なんか存在は否定しないし存在しててほしいとは思うけど、実際にいるって思ったらなんか自分の死を感じるくない？なんかわかる？なんて言ったらいいんだろう。そんなもんいるんかと思って。道平さんありがとう。なんかなんて言ったらいいんだろう。すごすごい、なんて言ったらいいんだろう。わかる？わかる？わかる？ありがとう。なんて言ったらいいんだろう。存在はしててほしいけど本当に存在するってなったらなんか恐怖を感じるよね。宇宙より海の方が分かってない。あ、そうなんだ。ミニバードさんありがとう。そりゃなるほど。そりゃね、なんだやばいですね。これ怖い。空を見上げる習慣をつけて、見上げたら見守ってくださりありがとうございますって心の中で言うのがいいらしいって書いてる。水タイプは陸にいたら勝てるから安心。まあね、そうなんだよね。そうね、うちらの勝ちだね。陸に上がったらね、大丈夫だ。確かに。
なんか地震について書かれてるんですけど、そう書いてる、発光現象があるとか、じゃない、マジ、あ、そうなんだしか思えないけど、って感じじゃない。あと犬や猫、その他の動物がいつもと変わらず過ごしているかも見るのがいいらしい。散歩中犬がいつもと違う行動を取った時は要注意。大地の深部で熱水が上昇していることは、硫化窒素や二酸化炭素のようなガスが地面から出始めていることにも、靴を履いている人間は知らないけど犬と猫は分かるらしい。すごい怖くない？こういうの聞くと怖いし、信じがたいよね、信じたくないよね。イルカ、クジラ、不思議な生き物を見たことはないです。あったらもう話しとるわないわ。気になる記事を読もうと思うけどないですね。あ、占いがある。9月8日から10月6日の社会情勢についてですね。9月に入ってもまだまだ高い気温が続くかもしれません。エアコン頼る日が多いと庶民としては電気料金が気がかかりです。だって、まあ、それはね、毎年9月言えることだよね。9月に行われる内閣改造の人ごとに注目したいところ、新たな顔ぶれの中に今後の日本を背負って立つ自分たちがいることになりたいと思います。めちゃくちゃ乗りたいと思いますって、占いなのに言ってくれんのかいって感じ。そこは分からんのよねそんなことある？あ、人事か。タロット占いなのにそこは分からんらしい新しい人がやってくれるかどうかとか、なんかね、タロット占いなのにそれは言えんらしいわ。このルーム不思議な生き物だらけよ。どういうこと？ではね、今んところ一つも占ってない。それな11月生まれの方、ラッキーです。私が11月生まれなので読ませていただきます。長期的な投資や貯蓄を始めるなら今がチャンス、資料の取り寄せを。だって、おー、いいじゃん。ひたすら目の前のことをこなして結果を待つとき、部下や後輩を大切にすると自分の心が落ち着くだけではなく評価にもつながるでしょう。なお、大切なデータの取り扱いには気をつけて、細かなセーブとバックアップで危機回避を。うわー、大事、マジ大事なこと言ってくれてる。これ大事だわ。どうしよう、私後輩と遊びに行ったらさ、評価にもつながるでしょうって書かれとったから言っとるって思われるよやん。やめてよ金運は長期的な投資や貯蓄を始めるのが適した運気。大きな儲けにはならなくても細かく長く自分を守ってくれるかも。まずは資料の取り寄せを。また奢ってもらうつもりだったのに奢る羽目になりがち。財布の中身に余裕を持たせましょう。だって、あら、だから財布はね、10尾持っときましょうってことですね。生まれ変わってくるよ、わお。対人、親しい人と会う約束したくてもなかなか予定がいません。あまり焦らず、状況によって相手から声がかかるのを待つのも良いでしょう。パートナーがいる人はできるだけ聞き役に回ると信頼関係も強固なものになります。会話のヒント、物事がうまくいかないときは一方通行の道を通ってみると運気の流れが良くなります。どういうこと？一方通行の道ってどういうこと？ああ、普通にか。普通に一方通行の道に行けばいいってことか。相手が欲しいときは一人でぼんやり過ごす時間を確保しましょう。多忙ならば仕事帰り30分寄り道するだけで OK です。つまり歩こうってことかな。だって、ボイド時間まで教えてくれてる。なんなんボイド時間って。ボイド時間に入ったら以下の注意にも無理、計画は立てない、方針を変更しない、情報を信用しない、大きな契約をしないとか、なんか変わったことをしないで穏やかに過ごすことが被害を受けないポイントっていう、ボイド時間っていうのがある。何それ、怖い。ボイド時間あるんかな。
サリ座のボイド時間あった、違うわ、サソリ座ボイド時間なかった、他ありそうだよ。今日9月何日ですか、20だよね。今ボイド時間の人いる、あ今日21か、今日21だ。昨日ボイド時間の人いたよ、誰これ、乙女座だ、乙女座10、昨日乙女座で19時21分から23時7分に何か情報、大きな契約をしたり、日常でいつも通りのことをしてない人、計画を立ててしまった人、方針を変えてしまった人、この人は危険ですね。ボイド時間、何なんボイド時間って、だってだって今後は23日、あでもこれは朝だから大丈夫じゃない、夜あるね、26日のこれは誰、水亀座、夜らへん危ない、26から27の朝にかけてボイド時間です。怖くない、こんなあるんじゃ、信じがたいけどあるみたい。でもサソリ座は全部入ってないわ、怖っ。あと10月10日もあるね、誰だろうこれ、獅子座だ、獅子座、あと10月5日、え怖くないね、ボイド時間って何、何か分かんない、私もボイド時間、ボイド時間とは、永遠のとわになっちゃった、ですね、西洋星特別な意味を持つ時間帯のことで、物事がうまくいかない、いつもよりイライラするといった不安的要素や状況が起こりやすい時らしい。月が他の惑星と意味のある角度、アスペクトを作った後、離れて次の惑星と再び角度を作るまでの時間のことを言います。無や静寂の時間とイメージすると分かりやすいでしょう。だって。すごくない？ボイドタイムは危ない時間。みんなが嫌がる理由。それはですね、月のエネルギーが無効になる時間と言われ、月は、月の、ん？感情や状況のコントロールが難しくなる時間、話し合いが長引いたり粉砕したり、うまくいってたことが感情の暴走で突如波状したりということが起こりやすくなるらしい。だってボイドタイムは新しいことを始めたり、大きな買い物したり、契約を申し込みする、人生の転機になるような決断しない、自分の意思や思いを伝えることはあまりよろしくないらしい。でも本当に普通に過ごすのがいいらしいです。専門的な話やね、こうボイド時間気をつけよう。今後のボイド時間発表します。9月23日4時33分から5時21分まあ寝てるよね、寝てるとはいえ、もし何かあったら伊手座の方、そして次は9月25日5時5分から8時半ちょっと朝気をつけましょう、朝気をつけましょうの山、あ、ヤギ座、そしてこれが水亀座の方は26日の21時39分から9時19分、長い、一番見た中で長いよこれ、これ気をつけなきゃ。しかも夜入ってるからね。夜入ってるから気をつけてみんな。水亀座ですね。水亀座が26日。そして29、9月29が魚座。5時55分から9時18分。朝入ってますね。
で10月1日はですね、ヤギ座6時50分から、あ、ヤギ座って2つあるの？違いました。おうし座でした。ん？違うわ。羊座でした。羊座が6時50分から10時18分。で、10月3日は、ですね、おうし座が10時21分から14時4分。10月5日。意外とあるね、これ。双子座、15時37分から21時33分。10月8が、カニ座、4時13分から8時25分。10月10日が、さっき言ったけど、獅子座で10時38分から21時2分。気をつけましょう。ゆまりさん、ありがとう。水亀座全員がやばい。そうだよ。ジェフさん、ありがとう。でもさ、気にならない？私さ、星座占いとかで気になるんだけどさ、一日違いでさ、違う人いるじゃん。例えばさ、あと一日違かったら、違う星座でしたっていう人は、若干合間みたいな感じなんかね、気にならん？一旦さ、こことからここは、いて座ですとか、さそり座です、さそり座ですってなってるけど、こっち、さそり座の隣はいて座じゃないですか。そのもうギリギリな境目の人っているじゃないですか。もう1秒違うかったら本当はいて座でしたっていう人は、いて座もちょっとは見ていいんかね。いて座とちょっとさそり座のミックスみたいな感じなんかね。思わん？若干あるんかね。若干なんかあるんかも。なんか合間の人、あ、もうギリギリな人ってさ、そうじゃないかな。どうなんだろう。関係してんのかな。占いは両方見るんかな。見た方がいいんかな。ちょっと気にならない。かずみさん、ありがとう。一応さ、そうはなってるけど、もう1秒とかの人いるじゃん。例えばもう生まれるのが1秒遅かったら、いて座だったっていうサソリ座さんとかいる場合、その人ってサソリ座も見るけど、いて座もちょっとは見るんかな。今日鉛強い？嘘。見るんかね。鉛強いんか。友達に会ったけんかな。好奇心旺盛。ここ気になっても仕方ないこと気になっちゃう。気になる日あるよね。あれ、ああ、今日のムーおしまい。面白い記事はみんな全部読んだとされる。気になる記事はもうないかな。今この時間に幽霊記を読んだら怖いので読みません。待って、ユニバ行きたくなってきた。いきなりピエロ今見えて思った。山太郎さん、ありがとう。サソリ座とイテ座はどうなんだろう。乙女座が狙っているサソリ座をイテ座が矢でいる星の位置と聞きました。あ、そうなんだ。ジャーキーさん、ありがとう。なんかさ、なんだっけ、チャッキーだっけ、なんだっけ、ユニバにいるさ、怖いやつ、あいつのさ、話知りたいなと思ったんだけど、知ってる人いますか？なんだっけあれ、チャッキーってどんな話なんですか？映画なんですか？悪いやつですか？モンカール、ありがとう。なんかユニバにいて、そこ行ったんですよ、アトラクション。でも内容知らないから、どういうやつなんかちょっと知らなかったんですけど、なんなん、気になる。いきなりユニバ気になるんだけど。知らないですか？誰も。一人ぐらい知ってるよね。説明して。責任持って。古い映画、あ、そうなの？チャイルドプレインのやつ？あ、そうなんだ。
どういう話なんですか？責任持ってお話ししてください。見たことない、夢にね出てくる。あ、そうなの？襲いかかる動く人形。あ、見たことはない。知ってる、有名ではいいけどってこと。桑原靖子さん、ありがとう。責任は取りたくないタイプです。まあ人間全員そうよ。八尾下さん、ありがとう。そうなんだ、に見たけど覚えてない。どんなんじゃろう。そう、見たことない。うん、ただね、シリキウトンドゥ、わかんない。人形が悪い人の魂、人形に悪い人の魂が乗り移る。あ、なるほどね。刃物持って追いかけてきたり。ピチュー潰れてる？潰れてないよ。だってピチューはここにいるもん。ここにねあるから、私がここにいてもピチューは大丈夫だよ。この子の名前のピチューで、ピチューじゃないわ、なんだっけ、違う、この子の名前はね、あ、違うわ、なんだか、あ、ミミッキュ、ミミッキュです。チャイルドプレイあるみたいだよ、ネットフリックスに。タオブテラーのお化け、タオブテラーってお化けなんですか？あ、そうなの？タオブテラーのあんま知らないんだよね。タオブテラーはエレベーターが壊れるしっていう話なんかなって思ってる、勝手に。チャッキーは本当に怖い。あ、そうなの？続編も見たの覚えてないの？リニューアル版もある。チャッキーに追いかけられたようです、昨日。ざっくりでいいね。わかんないや。チャッキーの話言いたいな。ね、見たら怖くなるかな？寝れなくなるかな？呪いかな。シリキウトンドゥ、ウトンドゥの、あー、やっぱ呪いなんだ。チャッキー、あ、チャッキーって言ったらユニバって、もうで入ってくるわ、すごいね。あ、そうそう、これこれ、チャッキー。怖くない？こんな人形、おもちゃ売っとるけどさ、等身大76センチ、こんなん家にあったら怖くない？やばいでしょ。あー、待って、こんなん、こんなん、マジ怖くない？これ、え、売っとんの怖くない？割とめっちゃ怖くない？これ、おもちゃ売っとん怖くない？怖かったらもう一回見ようと思わない？え、ね、チャッキー人形プレゼントできたらちょっとさすがに怒る。で、来たら来たら来たらネタになるね。ああ、チャッキーは殺人鬼の魂を宿した邪悪な人形であり、魂を人間の肉体に移して成り変わろうとする目くらむ悪名高い連続殺人犯として書かれている。めっちゃやばいやつやん。そのやばいやつに乗り移されそうになるってことか。あ、実際は人間だったけど魂を人形に移して逃げていたってことか。やば、怖くない？超怖い話やん。超怖いやん。それに追いかけられるって超怖くない？見たんだ。あ、そうなんだ。一人でいるとき怖かった。これは怖いわ。だってもう人形とかが全部怖いやん。ピエロ人形とか家にあるの怖いよ。ホラー、名作ホラーなのね。USJ かけジャッキー、今年がラスト。
そう、メガネかけるんですよ。こういうメガネかけていくんですよ。で、メガネかけることでちょっと浮いて見えたりとか、なんかね、ちょっとね、映画みたいな感覚。普通の現実のなんかこういう見えてる景色じゃなくて、ボワーってしてるから、より怖かった。そう。昨年に比べるとグラレート要素は今回なかったらしい。前回のチャッキーに比べると怖さが増しという声が上がっています。前回は夜の病院だったから怖かったらしい。今回病院じゃなかった。今回サーカス、あ、確かにサーカスだった。比較的明るめ。あ、そうなんだ。明るかったかも。確かにゾンビいた。ネタバレしていいのかな。小さなゴリラは、そうそうそう、熊吉ありがとう。なんかね、そうユニバでチャッキーの乗り物、乗り物アトラクションがあって行ったんですけど、待ち列にゾンビ一体いるんですよ。小さなゴリラの人形を肩に乗せているサーカス団のゾンビ。でもね、全然ゴリラじゃなかった。私犬かと思った。なんか犬をね持ってるのかと思ったけどゴリラだったし。え、絶対嘘、あれ絶対犬だったって。いや、あれも絶対犬だった。真っ黒のなんかねパグみたいな犬持ってた。いや、あれゴリラだったか。いや、絶対犬だよ。犬持ってたもん、あれは絶対に。森田関さんありがとう。犬持ってた。そう、でもちょっとグルテクスだった。奥に進むと建物の中ですが、サーカスのテントの入り口があります。その横にはチャッキーに切り裂かれた人形が吊るされてます。え、全然見てなかった。こちらの動画かなりネタバレです。ストーリーなどネタバレしていませんが、映像としてはネタバレ要素があるので注意してください。ユニバが出している動画みたいなのがあるらしい。見てみよう。 USJ のチャッキーイメージに完全新作、狂ったカーニバル。あった、これ。確かにこんなんだった。車で引かれそうになった。確かに。アナチンとユニバに行ってみたい人生。バンちゃんありがとう。確かに。うわ、私ここ歩いたって思ったらすごくない？入り、え、暗、え、普通に暗いって。あ、明るかった形。うわー、ビビった。そう、お化け出てくるんですよ。確かにそんな感じだったかも。怖くて見てないっていうのがあるからな、私。あ、確かにピエロいた。めっちゃ怖かった。斧みたいな持ってるピエロがいて。そうそうそう、確かにサーカスがメインだった。確かに。え、普通に怖いわ。お化け屋敷行くべきだよ。みんな行きたい欲が増す。チャッキーの仲間みたいな、もうチャッキーみたいに殺人鬼のなんか魂が乗り移った人形がたくさんいたってことね。なるほどね。確かに確かに。サーカス団の団長のようなゾンビが止まれ進むなって言ってきます。確かに。なんかスタッフ、なんかユニバのスタッフさんみたいな人が来ていきなり出てくるんです。でもいきなり出てくるからちょっと驚くの。ちょっと待ってみたいな、いきなり言われるんですよ。私2番目ぐらいだったんですよ。で、ちょっと待ってって言って、みたいな、誰みたいになって、めっちゃビビるじゃん。しかもいきなり声出すの。多分驚かそうとしてるの。でも普通の人間で、うちらの仲間みたいな設定なのね。なのに脅かしてくるんですよ。そういうのが驚くってもう分かってると思うから、驚かしに来てるんですよ。ちょっと待ってって。みたいな。こっちよみたいなの言ってきて。みんな、ちょっと待って。私たちの仲間が来るからみたいなの言われて。え、みたいな。とか、言われて。みたいな。で、いきなりちょっと黙っとったと思ったら、こっちよっていきなりなんか叫んで、みたいな。もうマジで、なんか、ね、ちょっと待ってって。今行くわよ。みんな、もっと前に詰めて。もっと前だよとか言われて。前詰めてる詰めてるみたいな。
結構こんな感じだよ、本当に。これで、そう、前に詰めて2列よみたいな。2列になって詰めてもっと前よみたいな。詰めて。あった。そう、誘導はされてる。誘導されるんだけど、いきなり大きい声出すんですよ。なんかどこ、なんかね、いきなり、普通に立ってると思ったら、いきなり、ちょっと待ってみたいな。みたいな。毎回ビビる。山さんありがとう。そう、しっかり姉ちゃんみんなで綺麗に並びました。そう、あ、バイトできそう。やだ、笑っちゃうわ。で、もう一個も行ったんです。さっきじゃなくて、なんだっけな、わからん。ゾンビのとこ行ったんですよ。ゾンビっていうのかな、なんかお化けみたいな、もう一個行ったんですよ。チャッキーじゃない方はもういたんですよ、そういうスタッフの人が。なんか言われたな。でもそのスタッフも、ま、なんか早く進んでみたいな言う係みたいなスタッフ、人間がいたんだけど、もう普通にスタッフよ、ただのスタッフの格好、ユニバのキャストですみたいな格好してるんだけど、なんかいるっていうの、3番手くらいだったの。だからその前にその人が出てきてることも知ってるの。普通に立ってるだけだから。でも、私が 目の前通るときにいきなり、早く進めみたいな感じで、急いで逃げてみたいなことを、いきなり大きな声で、手を大きくして、こうなんか、逃げてみたいな感じで、めっちゃ、なんか多分脅かそうとはしてるんだろうね、きっと。めっちゃビビって、キャーってなって。マジで怖かった。だって動かないと思ってたものが動いたみたいな感覚、なんか人形がいきなり動いたみたいな気持ちになって、えみたいな。驚いた、びっくりした。だってね、仲間だったんだよ、仲間だよねと思って、仲間なのに早く逃げてみたいな感じで言われて、びっくりした。でも絶対一番怖かったもん、なんならやっぱり人間が一番怖いと思った。だって脅かしてくるって分かってないからこそビビる。だってさ、脅かされるって分かってたらさ、こうやってなってキャーってなるじゃん。あ、なんか出てきそう、キャーみたいになるじゃん。けどだって来ると思ってない、仲間と思ってた人がいきなり裏切りの驚かしを使うから、キャーってなるじゃん。そう、よくないよね。やっぱね、信じてる人ほどそういうことやるのよくないと思う。分かっててユニバもやってるんだろうなって思うね。え、もう一回入ってちゃんとね。でもね、戦闘になったらめっちゃ怖いと思う。戦闘はマジで無理だった。絶対行けなかった。戦闘にはならないでおこうって言ってて。じゃあ、戦闘じゃなかったからよかったけど、戦闘はバチリもっと怖いと思う。だって一番最初にお化けが絶対出てくるタイミング。3番手とかなら、ちょっとお化けが、ちょっとバイバイってするタイミングなの。ちょうどね。だから、なんか、あ、いる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 みたいな感じで行けたけど、一番目は最初に驚かされるから。やばいね、裏切りは恐ろしいね。うん、本当にそうだよ。そう、お化け屋敷とかね、泣くタイプだったんですよ。いとこにね、お化け屋敷行ったよって話したら、成長したねって言われたんですけど、お化け屋敷とかマジ泣いて入れないタイプで、小学校の時に生徒会がやってくれるお化け屋敷やったんで、生徒会がやるなんてさ、もうさ、小学校の頃だよ、低クオリティじゃん、全然普通に。ちょっとこんにゃく吊るしてたり、全然脅かしてくる人もいなかったり、ただ歩くだけで真っ暗っていう、ただの条件付きの、ただそれだけなんですけど、それもすら入れなかったんですよ、私。それすら入れなかった。で、毎年やるんですよ。で、一回クラス全員で行こうってなった時に、行った時はもう行けなくて断念したんですよ、入り口手前で。で、その次の年はもう絶対行きたくなかったから、給食遅く食べる作戦に出て、で、みんな給食食べるの早いんですよ。で、私は給食めっちゃ、もうこういう日ってみんな絶対給食早く食べるじゃん。給食めっちゃ遅く食べて、もうだから昼休みの、昼休みにかかっても全然半分以上残して食べて、で、昼休みもずっと一人で永遠に食べるっていうのもやったりとかするぐらい。そう。だったし。で、なんか小学校の時に、いとことスーパーにいた時に、
イオンに行った時にお化け屋敷が来てたんですよ。それも入ろうってなって入ろうとしたけど、もう泣き、めっちゃ泣きました。怖すぎて。ねえ、そんなエピソードがあるので、お化け屋敷は私は一生入れないもんだと思ってたんですよ。でも私はもうこの家は時々お化けのがいる家と思うぐらいのことがあり、私は多分お化け屋敷入れるんじゃないかっていうことを最近思い出してきてたんです。ここでも言ってたよね、お化け屋敷行けると思うって。ば、そう、なんだっけ、バンジージャンプするぐらいのお化け屋敷行きたいなって思ってる派なんですよ。そんぐらいさ、お化け屋敷行けるって思ってたんです。で、いやもうこれは行けるって、ココアさんとなんだっけ、なんかのお祭りの時にあったお化け屋敷も行ったんです。それも行けたんですよ。だから私お化け屋敷ワンチャン行けるんじゃねって思ってたけど、そう、今回行けたから結構私行けると思う。お化け屋敷よりバンジーの方がマシ。え、待って、そんな人いる？お化け屋敷行ける説は実証されました。そうです。行けるお化け屋敷、まあでも一番怖いって言われてるお化け屋敷とかは無理だと思う。なおくんありがとう。そう、成長した。バンジーは嫌よ。だってさ、ジェットコースターとか乗ってさ、なんだっけ、恐竜のね、空飛ぶみたいな、なんだっけあれ、なんか人間がこう言って頭から落ちるんですよ。でもバンジージャンプってもっと絶対スピード速いじゃん。フライングないな。そう、頭から落ちていくんだけど、最初それよりも絶対速いスピードでバンジージャンプって落ちるじゃん。しかも落ちた後ビヨン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 って何回かちょっとビヨンヨンヨンってなるわけじゃん。あれやばない？あれやばいよ。戦慄迷宮は絶対無理。お化け屋敷はね、暗いから怖かった最初に。まずでも驚かして来られるのも怖いよね普通に。ビヨンヨンヨンもあるわけね、反動もあるやけん。一回大きいの行って、その後上に戻ってまたビヨンビヨンってなるわけじゃん。いやもう絶対怖いよ。バンジーしたことある人いる？こんなかちょっと気になる。バンジーしたことある人1、したことない人2、ガチ投票でお願いします。バンジー行ったことある人1、したことある人1、ない人2。え、1っていう人がいた。ガチ？これガチなの？この人コメントしてもらうよ、さすがに。ちょっとコメント絶対よ。1投げてる人いる？あ、いる。誰か投げた、見たよ君。私あなたが述べたことを見ていたよ。コメントしてね。マジ？したことある人どんな感じなん？感想聞きたい。君投げたね。うん、ガチ投票だよ、マジで。冗談なし投票だからね。じゃあ終了。え、なんでこんないるの？なんでこんないるの？なんでこんないるの？ 18.7% もいるよ。じゃあバンジーしたことある人。え、2割したことあるのやばいない？だからなんか全然みんなビビって投票しなかったかもしれないけど。てか私の見てる人数がもう10人ぐらいしてくらい、もうこの配信見てないと思うんですけど。見てないと思うんだよ、きっと。これはきっと。え、バンジーマジ？でも私何人かね、100人以内の人はね、投げてるの見えるんですけど、そう、見たよ。え、嘘ついてる人は普通にもうブロックだからね。ブロック関係だからね。冗談投票なしだから。二人はしたことある計算はやばい。やばい。100人おるうち二人はしたことあるってこと？10人必要なら？ 10 人必要ならってこと？どんだけ正確な数字知りたい。違う、正確な数字知りたいっていうか、本当にやったことがあるかどうかを知りたい。本当にやったことあるのって聞きたい。そこが正確に知りたい。でもね、投票したことがある。本当にしたことあります。信じてください。そう、感想が聞きたいの。そのしたことあるかどうかどうでもよくて、感想が聞きたいの。スカイダイビングならある。スカイダイビングすごい。どうだった？
私は決してバンジージャンプをしません。あ、してないの？なんか下に投げてた。あ、日本語が難しかったね、ごめんね。ペンギンさんありがとう。投票で私この人してたの見たよ。おす、感想教えて、感想教えて。浮遊感半端ない？あ、やったことあるの？浮遊感半端ない？だって2割もやってるんでしょ。ごめんなさいよ。なんか酔いそう。あ、そうなの？酔いそうって感じなの？感想。バンジーの感想。エニオンさんありがとう。そう、一の人レポート本当に。なんで？ 2 割もいるのにコメントしたよ。コメントしたくないよね。期待値上がってるもんね、今。もう何でもいいんだよ。本当に気になるの。バンジーした感想、普通に気になるの。なんかさ、芸能人が言ってる感想とかじゃなくて、皆さんのコメントが気になる。ブワって感じ？ありがとう。投げてたの見てたから気になってたよ。ブワっていう感じ？どういうこと？どういう感覚？ブワ？難しいんだろうね、表すのは。ブワなんだって。うわー、でも想像できる、ブワって感じ。あ、そうなんだ。バンジージャンプ、悪天候の日に飛んだ時と同じ感覚。どういうこと？アナちゃんに教えたいのに行ってきます。絶対ね。絶対ね。通りすがりバンジーしたことあります。どういう感覚ですか？飛んでる時の風が爽快感って気持ちよかった。ほんまに？ガチ？ほんまに？ガチ？ちょっとわからん、その感覚が。気持ちよかったとは。バンジーやって気持ちいいの？だって、落ちてる感覚の方が気にならない。風感じるの、その間に。絶対嘘。本当ですか？そんなこと言ったら番組に差し入れそうと思うじゃん。もう卒業するからないです。残念だね、みんな。もう卒業するから私バンジー嫌やって言いたい放題ですわ。いや、もう間に合わないよ、もう間に合わないよ。高かったの覚えてる。やったんだ、ヘリバンジー。ヘリバンジーあるの？マジ？一番怖くない？ヘリバンジーは。マジ？何これ？何何？なんて読むんこれ？何、何鳥ですか？VR バンジー。普通に見るだけで怖そう。飛んだ後は開放感って聞く。あ、そうなんだ。留年ないから。残念。YouTube でバンジーを、いやだから、間に合わない。卒業までにね、あげられないから間に合わないので。卒業前スペシャルとかやらないやらない。やめてやめて。それ、卒業前スペシャルならさ、ファンの人と話す会作ってもらいたいよね。そうじゃない？いい？私のバンジー見るのとお話し会やるのどっちがいい？どっちかだよ。どっち撮るの、みんな。個人差はある、感想には個人差があるから、アンピ自身が一回バンジーしてみたらいいよ。うまい。うまくない？超うまいじゃん。繊細だね。やりたくないけど。東京で明日から2日間遊べるの強くない？お、楽しんで。すごく高いとむしろ楽な気がする。そうなんかな。バンジー。あ、もう言ったな、みんな。みんな私とお話し会したくないってことね。わかった。じゃあもう配信もやめるわ。わかったよ。わかった。そういうことね。私がバンジー飛ぶの見るのとお話し会だったら、バンジー選ぶってことは私のお話は必要はないってことね。マジか。なるほどね。遊園地のバンジーなんで小さめだけ、山の上だとボロくて違う意味で怖かった。確かに。確かにしっかりしてんのかなって。マジレス待ってるよ。お話したいですっていう人とお話しかしないね、私は。名前覚えたからね。バンジーって言った人はね、もう、もしお話し会あっても私はもう、落選させるから。落選させるからな。お話し会来た人はない人がさ、バンジーかなっていうのは、もうなんかわかるけど。
オンラインしか来たことある人が言ってるなら、あ、アンペの番組してるとこ見たいけど、まあそれがないならしょうがないから、お話しか来てあげようかなって、っていうことなんでね。ああ、そういうことだったのか。バンバンジーって読むんだ。あ、そういうこと？ヒロシありがとう。代わりに俺バンジー頑張るから。マジか。バンジー飛んだらアンペとお話しできる権利しとく。ファンの人が？卒業公演もちょっとこれは怪しいですね。みんなバンジーって言ってる人、卒業公演もね、怪しいよ。怪しいよ。当たるかどうか怪しいよ。やっぱり逆らってはいけない。そうだよ。当たり前じゃん。当たり前なんだ。だってさ、これは悪意があるね。でもお話し会の方がいいよね。いや、無言のお話し会になる。実現の可能性が高いのバンジーなわけないでしょ。そう、落選だよ、これは。落選だね。落選です、バンジーの人は。今更お話し会がいいよって言ってもダメだよ。もうダメだよ。覚えたから。覚えたからね。ああ、そう。もうね、お話し会の機会作ってって思ったけど、もうね、思わないわ。思わない。思わない。そうか。そういうやつだったのか、って感じ。時すでにお寿司。本当に。落選祭りだね。確かに。落選祭りだわ、こりゃ。悲しいよ。拗ねちゃった、泣き。拗ねてないよ。嫌だって言ってんじゃん。バンジー嫌だって言ってんじゃん。あ、自分が拗ねたってこと？いや、もうお話しかいいに決まってる。もう無理です。もう無理ですね。クエスチョンついてるセーフ。いや、セーフじゃない。アウト。トシピンありがとう、ハト。時すでにお寿司もやらないですよ。あー、もう飛び込みジャンプみたいなのあるじゃん。海の中にもうマジで無理。ガチ、それも無理。海とか川に飛び込むやつあるじゃん。あれも嫌だ。絶対に嫌だ。誰が命の保証してくれてるのって感じ。あ、もう無理。無理。バンジーって言った人は3期生お話し会たくさんいてる。あ、なるほどね。いいんだけどね。全然いいんだよ。プールの飛び込みも無理です。無理。ガチ無理。危険を犯したくない。ゆうたありがとう。トランポリンは、普通にジャンプするだけだったらいいや。俺がバンジーする？うん。どうぞ。究極の選択？いいね。ブログに書きたい。究極の選択。バンジーしないお話しかやるのがファンの人が、あ、いいんじゃない、ファンの人がね。わかりました。なかなかお話しか諦めるので、バンジー配信楽しみにしておきます。あ、3期生のお話し会をやめるってこと？え、私そういう条件で出してないので。ごめんなさい。やりません。高いところは苦手じゃないです。普通に飛び込むっていう行動が無理。なんだろう、わかんないけど。浅いプールでアンピちゃん落として笑ってたら、アンピちゃんに引っ張られて自分もプールに落ちる精神したかった？待ってない。浅いプールにでもアンピちゃん落として笑うことはできません。残念。笑い合えません。残念。ごめんね。難しい。笑い合えない。下手者も出てくる流れですか？誰かと下手者はまあ許せるよ。命がなくなるわけじゃないだろうか。空
中ブランコ無理やだ。マジでさ、ビビリなのよ。知ってるだろうけど、とてもビビリなの。無理ですね。バンジーも命あるよ。わかんない。やったことないから命わかんない。怖い。無理。命ない。私的には、なんか、生きてる心地しないだろうなと思って。ジェットコースターとバンジーどっちがいいだ？バンジー決まってるでしょ！ジェットコースター乗れないもん。あ、間違えた。ジェットコースター乗れるもん、私。命の保証をされてるから。綱渡りも無理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 。サーカス無理だもん。だから、してる人見るとすごいもん。昨日ユニバでなんかね、すっごいなんかね、布みたいなんですごいジャンプしてる人がいたの。あれとかも私絶対できないよ。怖すぎて。恐怖が勝って無理。高いところにいる VR ならまあまあ見れるけど。スナックラインっていうのかな、スラックラインっていうのわかんないけど。ウーパールーパーの唐揚げ、ちょっとウーパールーパー食べれないんじゃない私。無理。バンジーとユニバ行けないのどっちが嫌だ？ユニバに行けないのが嫌だ。絶対に嫌だ。バンジー飛ばないとユニバ行けないって言われたら、バンジー飛ばないけどね。でもバンジーに、ユニバに行けないのは嫌だよ。けど、バンジーに、を飛ばないとユニバ行けないですよ、一生って言われたら、全然ユニバ諦めます。バンジー飛ぶことはできない。大丈夫。ユニバに捨てられたって思って、はい、そうユニバに捨てられたって思うだけ。自分が。シングさんありがとう。バレエはさ、そんなさ命の危険を犯すことをしなかったじゃん。から全然VR 綱渡りしてる VR 見てるアンプを見るだけの配信お願いします。うわー、私ビビリだからな。やだやだ。バンジー飛ぶか俺と結婚っていう。バンジー飛ばなかったら結婚なって言われたらってこと？うわーむず。いける。ハリウッド乗れるのであればバンジーは余裕。全然違うよ。違うよ。たけしさんありがとう。ゲテモノ食べるのバンジー。全然ゲテモノ食べれるよ私。高健さん、かけじゅうありがとう、タコ。ファン、そっち側おもろいだろうね。私がコメント困っちゃう。下が透明なんというやつはいけるんですよ。それはいけるんですよね、スカイツリーとか。そう、なんか高いところで、下が透明で、怖いみたいなやつは、まあ、怖いけど、全然立てれる。まあ、恐怖、高所恐怖症ではない。っていうのがね、ある。難しいね。バンジーとスカイダイビングな、スカイダイビングの方がいいかも。スカイダイビング、後ろに一緒に人がいるじゃん。なんかさ、命を預けてる感じでよくない？ロープの下行きますね。やめて。一緒にバンジーとなら、どのメンバー選ぶ？うわぁ！弱音吐かないメンバーがいいね。心強いメンバーがいい。サラピとか、葵さんとか。アイさん、どうなんだろう。嫌だったら、ちょっと、難しいね。あ、全然いいよって言う、どっちかだと思うの、アイさん。え、絶対無理っていうか、あ、全然いけるっていうタイプか、どっちかだと思うの。いけるってなってる方側だったら、アイさんがいい。で、サラピアで飛びたいって言ってたことがあるから、っていうのを知ってるから、そう。そう、アイさん安心感あるよね。ミカありがとう。そう、中途半端だよね、どっちか。イケちゃんは絶対叫ぶじゃん。もう絶対もうもっと怖くなるもん。絶対叫ぶ。そう。でセラピーさ、飛びたいって言っててさ、直前までそういうさ、企画あったもん。そう、嫌だ無理って言う人だよね。もう私はバンジージャンプ飛びたいって言ってるメンバーに飛んでほしいなって思う。
ファンの皆さんとかテレビ側の人はそう思ってないだろうけど、私はそう思う。嫌なことはやらなくていい。やりたくないことはやらなくていいと思う。バンちゃん飛ばせたくない、バンジージャンプやめて。バンちゃんがやりたいって言うなら飛んでほしいなって思うけど、バンちゃんが飛びたいって言ってなかったらやらせたくない、バンちゃんに。やめて、怒る。私マネージャーさんで怒る。なんでバンちゃんを飛ばせるんだって怒るよ。そう、怒る怒る。サイカに飛ばしたらやめて。やめてください、やめてください。サイカリンが飛びたいって言うなら飛んでほしいなって思うけど、飛びたくないならダメです。ねえ、リンコインドにいるんだってね、素敵だよね。そう、バンジー企画あったんだけど、なんかでなくなったんだよね。本当にバンジーの企画あって、直前までガチで決まってたのに、なくなったんだよね。なんか、コロナか、なんか、風邪かなんか、天候か、コロナかなんかでなくなったんだよね、その企画。関さんありがとう。ガチだったんだけどね。友情に熱いとかじゃないよ。そう、本当に企画が、亡くなったとかじゃなくて、本当に企画は本当に存在して、コロナか、コロナで亡くなったのか。リンコもバンジージャンプの企画は本当に本当に存在はしてたんですよ。けど卒業するってなって、それで会わなくて、そのね、まあいろいろ契約とかもね、いつまでやるとかもあって難しかったらしいし、そう、他企業って言わんあったよね、マジで無理。風邪かなんかでロケ飛んだこともあるよね。ね、なんかあった気がする。卒業記念でご褒美出るなら何したい？え、 UFO キャッチャーどれだけやってもいいよ、お金かからないよ、かユニバに行けるか、ディズニーとかかな。ユニバは年パス持ってるからな。バンジーが卒業理由ではないよ。ありがとう。叶えられそうな夢、本当に。 UFO キャッチャー結構なんか1時間ならどれだけやってもいいよみたいな、やりたい。帰りずに。ニバ貸し切り1日遊べばもうね、STU 赤字だわ。よさ、もう STU のもう、持ってるお金を全部つぎ込まないと。あ、赤字だ。私のせいで、STU 移動できなくなっちゃう。衣装も出せなくなって。会場も取れなくなる。会場も抑えられないから。道端でやんないと。道端で路上で、でなんかここにちょっとなんか移動費、衣装代、会場を抑えられるお金くださいみたいなんで、なんかギターこうやって開けて、ギターのここのなんていうの、あそこに入れてもらわないとやばいわ。東京でも各自現地集合やばい。フェスは出れるからね。フェスは呼んでもらえたら出れるから、出たら。岸壁も抑えなきゃいけないんじゃない？ステージ立たなきゃいけないじゃん。そう。やばいやばい。ほんまに、私が卒業記念ユニバ貸し切りにしてもらったら、そうなっちゃう。そうなんだけど。やばい。お話し会もできないかも。お話し会をやる、前のさ、ことができないの。だから、公演やればいいじゃんってなるけど、公演のステージを借りるお金も難しい。そうだね、衣装さんのお金も払えなくなるから、そうね、衣装さんのお金も払えないから、衣装も自分でやらなきゃいけない。持っていかなきゃいけないし。やばいわ。やばいやばい。
やばいやばいやばい。だってさ言うじゃん、なんか会場は2日間とか借りてみたいな、照明もなしだもん、照明もできないし、照明も変えられないし、音楽も流せないから自分たちで流さないと、マネージャーさんもちょっともう切られるかもしれない、マネージャーさんのお金払えないって言って、自分たちで全部しなきゃいけない、やばい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 私がユニバ行っちゃうと大変だわ、貸し切りをさせていただく、音楽の使用料も払えないね、確かに AKB さんの歌も歌えなくなるそうだ大変だアキーさんありがとう。だったら30分かな、 UFO キャッチャー30分の企画30分の企画になるね。ちょっとこう、もし私がお金を使いすぎたらってことを考えたらね、そうね、ライブ後に地形をするとか、あ確かにそれが大事だわ、それをするようになるわ、1時間じゃなくていい、ちょっと今いろいろ考えた結果、もう1時間もう私 もう1億円使っちゃうから、 UFO キャッチャーで1時間使えるもん、使えるもんなんかな、使えられるんだろうね、そう、新幹線代ぐらい使ったのやばい、それは高級な UFO キャッチャーならいける、1億円いく?1 回100万円みたいなやばい、やばすぎる、何が入ってんだろうな、1回100万円の UFO キャッチャーって何が入ってんだろう、なんだろうね、家の土地とか、ここの土地ゲットできる権利みたいなやばい、おもろい、みよさんありがとう、ワンちゃん車の権利書とかね、ユフケちゃんであるかも確かにメルカリ買った方が安いね、金の延べ棒重くて上がらんわ絶対本物の金の延べ棒でしょ、やばいわそれ、タワシとかも当たんないもん、ユフケちゃんとかやばいやばいね、想像が膨らむね、膨らまらんか。ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。今日私はね、昨日12時に寝て14時に起きるという、14時間も寝てるのできっと今日は寝れないんだろうなって思うんですけど、でもね今はね眠たいんですよ、そうなんか寝すぎて逆に眠たいみたいな、八重下さんありがとう、寝れたらいいなと思います、そう、7000人以上じゃないと貸し切りできないんだよね。そうなの、一人でできないの。なんか友達とかいっぱい支える7000人。ファンの人も支えるね、卒業記念なら。そう。ハートありがとう。ハート先生いっぱい寝たから、ありがとう。ではありがとうございます。誕生日見ます。おいねこさんありがとう。13位ウルフさん、12位竹まつるさん、11位チョリさん、10位福太郎さん、9位ゴギザリーさん、8位大志圭さん、7位ハヤリンゴさん、6位カズノリさん、5位ミスタラさん、4位ヨシコックくん、3位イニちゃん、2位クアピーさん、1位シオリンさん、ありがとうございました。タカケイさんとありがとう、ということでありがとうございます。寝るときに寝るべし、そうだね、皆さんも早く寝てください。平日ラスト、ラストじゃないか、まだラストか、楽しんでください。ありがとうございました。